はい、こんばんは、投資家でございます。ではですね、今回は、定位株についてです。ちょっと紹介していきたいと思っています。まあ、この中に、四季報銘柄、ダブルニコちゃんマーク、ダブル上げ上げマーク付きのものも入ってるんですけれども、まあ、その筆頭格、インフォマート。インフォマートがちょっと激ヤバですよ。まあ、紹介した時点のタイミングも良かったと思うんですけれども、もう 50% 上がってますか。これちょっとやばいですね。なんで、まぁ、ちょっとこのあたりで決算前なんですけれども、まぁ、やっぱり、四季報銘柄ってちょっと熱いんじゃないかなというところがありまして、まぁ、中でもですね、まぁ、ちょっと個人的には共同 PR、ちょっと注目してますね。まぁ、メタバース、この中に、まあ、1000円以上なので株価がまあちょっと入れてはないんですけれども、はい、共同 PR、メタバース関連と、まあ、後継、今のところ第一クォーターでかなりな進捗率というところで期待してまして、まあ、情報修正も期待できるんじゃないかなというところと、株価にもちょっと載ってましたね。おとといか3日前ぐらいの株価でも出てたので、まあ、いい感じかなっていうところがあります。で、ちょっと個人的にちょっと気になってるのはブランジスタなんですよ。このブランジスタがですね、もうチャートとしても、なんか動きが怪しいんですよね。ちょっと前も言いましたけど、なんかこれどうも怪しい感じがして、なんかちょっと450で下髭伸ばしてる時点も怪しいですし、で、タレントのサブスクって結構個人的には、いいもうビジネスモデルなんじゃないかなって気もしてるんですよね。まあ結局、残念ながらな、大変遷だったんですけど。で、やっぱりここまで、やっぱここまでですよね。このあたりから謎上げしてたのが、ある。まあ、謎上げというか、まあ、決算が良かった。はい。上がってるっちゅうのですけど。まあ、ただですね、なんかブランジスタの動きが、前の時点からなんですけど、おかしいので、これ、ちょっとですね、まあ、見ていただければと思いますね。高決算だった場合は、まあ、ちょっともう PTS ですかさず、打診インとかでもいいかもしれないですし、個人的にはちょっとまあ、打診で、資金が100とすれば20ぐらい入れちゃってもいいんじゃないかなって気もしてるんですよね。なんかこの動きはなんか押さえつけられてるような雰囲気もプンプンして、かつてそんな下がってないんですよ。で、まあもうすでに進捗率もこのくらいですから。はい。まあそもそもの会社予想、まあコンセンサスもね、大幅に上回ってるっちゅうのもあって、で、第3クォーターが、コンセンサスがなぜかここ下がってるんですけど、ちょっとここに謎なんですけどね。もうこれを裏切る形になれば、ちょっと面白いんじゃないかなとは思いますが、どうなっていくのかなってところですかね。はい。まあ、ただ、ブランディスちょっと、なんか怪しさ満点なんで、まあ皆さんもぜひ注目していただければと思います。期間の空売り状況も、特に今撤退しているような感じなので、はい。特に持て遊ばれることは今のところないかなと思いますが、ただ IR 出た後に、ピン上して乗ると危険なので、今ぐらいの落ち着きのある出来高の時に入るのがやっぱり一番おすすめかなと。ちょっともう怪しくって、下がった時に、まあちょっともう損切るぐらいの勢いでやってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ高決算でもですね、ちょっと直近でやっぱ東映アニメーション、なんとか持ちこたえてくれたんで、まあそうなると思ってたんですけど、のように、かなりガクンと下がる場合もあるので、その時にやっぱり余力資金がないと難品とかで入れないので、やっぱり前日はちょっと避けた方がいいと思います。
以上です。